もあの時は頭が大きくて体が追いついてなかったのがちょっとバランスよくなって、バランスよくなってきたからもしかしたらもう50キロあると思うよ、ママ。コーヒーそっちの方がいい。微妙に満ちた。微妙に満ちた。待て。やべ。ちょうどいい感じ。はい、終わり。あ、そうなんだ。53キロって言った？あれが53キロが信じられないんだよな。太鼓がね。うん。ここが高い。すごいもんね。うん、でも、デンちゃんはなんか、ちっちゃい時は体重管理をきちんとしないとダメだから、食べさせる量すごい気をつけてるって言ってましたよね。あ、そうなんだ。ここがもう、ここの高さがすごいんだね。こうなるから。そう。ひょろーっと本当に長いんですもんね。でも、お尻とか全然ちっちゃい。ちっちゃい。ほんとちっちゃい。 夜歩いてたら鹿か何かが歩いてる。いや 夜見えないもん。あ、見えないんだ、うん、グーフィーが見えない。見えないもん、グーフィー。黒い、黒っぽい。ララは見えるんだけど、グーフィー全然見えない。怖いですね、じゃあ突然出てくる。そう、怖い。あんなでかいのが突然出てきたらびっくりしない。